い、それではダークアベンジャークロス、ネクソンのまあヒットしてフェイスした人ちょっとね抵抗あるかもしれないですけどダークアベンジャークロスね、ちょっとね今僕してるゲームがね、たまに暇つぶしで非人類学園ってやつかな、まあやってるんですけど、まあ他にもちょっとしたいなと思って、一応まあちょっと触ってみようと思って、まあちょっとでもね、課金要素強くなったらまあすぐ やめてやろうと思ってるんですけど僕ちょっとね今までね女キャラやったんですけどね、今回バーサーカー攻撃力の高いやつですね、ちょっとやってみようかなと思って、まあまあここら辺の映像はすごい綺麗ですね、まあ僕こういうストーリーあんま見ないんですよね。上昇、まあいろいろリリースされたんでイベントみたいな、いろいろ報酬ありますね。バガン僕まだ見てないんですけど、まあ本当今ダウンロードして、今やったとこなんですけど、ちょっとね操作性とかね、これは一緒か、これなんだろう、なるほど、ささやきギルド、これカメラの位置っすね。まあ操作的にはよくある MMO か、と同じような感じですね。長押しで連続攻撃、今グラフィックね、僕多分これ普通か高いやと思うんです、設定いじってないんで。この臨場感いいっすね。スキル、なるほどなるほど、これね竜かなんかボスとかもね、なんか乗ったりできましたよね。ちょっと乗りたいんですけどね。大丈夫？僕こんなちょっと見ないんですけど、ね。フィニッシュスキル。超イカジーじゃないですか。かっけ。もうちょっと音量でかくする、いやーちょっと待って、操作性というかちょっとおもれえな本当触るだけにしようと思ったんですけどね、こいつ乗れるんじゃないですか、ちょっとヒットでかもうちょっと出てきそうな、回避、なるほどね、回避 CT1 秒っすね、ああなるほど、回避 CT1 秒ってなるほどね、乗れないのかな、乗りたいな、フィニッシュスキル、ああなるほど、いやいかちいないやいやいや、いかつすぎるでしょ、残虐だな、一人で勝っちゃったの、いやちょっと待ってよこの感じ、レベルすぐ上がりました、
冒険とストーリーあるんですね。ウィークリークエスト、クエストを委託してください。受託か。ちょっとね、乗るとこまで行きたいですね。いや、このフィニッシュスキルとか、これ多分対人とかでは多分できないと思うんですけどね。これ結構いかついですね。対人にできたら相当の大事ですけどね。これカメラ視点は変えれないのか。ああ、カメラ視点変えれないんですね。操作的には、まあ、対人とかになると難しくなるのかな。ここでフィニッシュスキルみたいな押せばいいんですね。武器強奪、なるほど。今槍を盗んだから槍の武器で遊んでますから、ね。いや、これどうしてまだオークたちが、あ、勝手に捨てるんだね。こんなのいいですよ。あれ味方っぽいですね。エレーヌを守ろう。まあ本当最初のまあ これがねフィニッシュスキルがねなかなかいかついっすよね。これオート機能も出てくればちょっと楽になりそうですね。そのうちオート機能も出てくるのかな。いや乗りたいんだよね。竜乗れないかな。ちょっと竜に乗ってね、竜とかちょっとボスとか乗りたいんですけどね。またキャラも可愛いっすね。いやーちょっとね触るだけって考えとったんですけどね。なんとなく楽しめそうな感じしますね。いやーやっぱグラフィック綺麗っすね。これちょっと待って、おー、いやーこれワイバーンかっこいいな。おーすごい。
乗りたいっすよね。これ乗れないのかな。フィニッシュスキル。あ、なるほどね。このフィニッシュスキルとかで乗るのかな。いや、これえぐいな。えぐいえぐい。ソウルリンク。いや、なんか吸い取ってるけど、なんだろうな。なるほど。倒した後ソウルリンクを押したら乗れるのか。いや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 、これいかずいっしょ。いや、これすごい。ん？これでなんか地面に叩きつけるような感じですね。で、このスキルで炎か。なるほど。いや、いかちいな。これね、視点変えれないのかな。あー、でもこれストーリー、なるほどね。魔法にしかないしかないな、すごい力。ソウルリンクと使うと、このモンスターを操れるっていう仕様なんですね。なるほど。なるほど、やってみた感じですね。まあ今新鮮なんでね、やっぱグラフィックも綺麗ですし、まだ対人的なものはしてないんであれなんですけど、あ、面白いっすね。楽しい。ちょっとね、まあ様子見ながら、まあ続けるかどうか考えていきますけど、まあまあまあ、ネクソンさんなんですからね。ちょっとね、恐怖症になってるんで僕、まあちょっと暇つぶしに。まあ、やった感じ面白いっすね。まあ、対人どんな感じなのか、ちょっと楽しみな感じもします。いや、このドラゴンとか乗れるの楽しいっすね。まあ、ちょっとね、ちょこちょこと続けようかなと思います。それなりに。まあ、今回こんなもんでいいかな。はい。ありがとうございました。